よせ、危険だ。確かに。他のルートを当たってみます。下で合流しましょう。無事でよかった。でも邪魔はしないでね。あの火事からの生還、そしてその後も耐えることのなかった親の虐待を考えると、ルベンがまだ働いていることは奇跡に近い。仕事に対する彼の動機は恐怖や金、社会的地位から来ているものではない。それはもっと純粋なものだろう。現実を再形成してまた彼女と一緒に暮らせることに心を奪われているように思える。彼が負っている傷は肉体的にも精神的にも深く、亡くなった姉に対する思いは一般的な家族愛を超えている。それが彼のモチベーションになっているのであれば、それはそれで結構なことではあるが。再びビクトリアの邸に足を運んだ。希望に満ちた面影はもうそこにはなかった。我々が研究を引き継いだと同時に、メビウスは価値のあるもの全てを奪っていった。ただ残されたルベンのメモには、彼が別の実験に関係していたことが示されていた。もう一つのステムのプロトタイプが検討されていたらしい。受容器を介して脳の働きを第三者に無線で伝達するとか、超心理学観点からしてもギリギリの理論だが、設計図と資料を見る限り理にかなっている。一体何を計画していたのだ。確実に知るためには方法は一つ。奴らの目が届かないところで実験を続けるしかない。知られてしまえば全てが水の泡だ。この研究も私から奪われてしまうに違いない。大丈夫よ。もう安心して。多分安全じゃない。早くこっち。なぜ特別なんだ。向かい。
連中が研究の進展に不満を持ち始めた。現状の状況をしきりに求めてくる。結果が重要だと言っていた連中が今では自分たちに都合のいいスケジュールを押し付けてくる。典型的な官僚だ。ルヴェンには急ぐよう圧力をかけているが、逆に離れていく始末だ。自宅で研究することも少なくない。直接ステムのプロトタイプに関わる仕事でない限りラボに顔を出すことを拒むようになった。心が落ち着かない。メビウスは私を疑い始めているに違いない。違う。これは全てルビックの仕業。それじゃ袖をまくって。ちょっと何そのバカでかい注射器。まさかそのクソみたいなもんを私。ミズ・キッドマン、あなたは同意したはずよ。それを忘れないで。危害を加えるわけじゃない。これはただの標準的な手続きです。何が標準的だ。ふざけんな。あの女を連れてこいよ。代わりにこのクソみたいなもん突っ込んで。あっ、くそ。おい、ちょっと何なの。誰かいない。注射の後はくだらないビデオをいつまでも。こんなクソみたいなこといつまで続けるのよ。もういいでしょ。帰っていい。もう少しよ、ミズ・キッドマン。気分はいかが。頭痛はない。鼻血は。え、ないけど。でもなんだかクラクラする。水の中にでもいるみたい。それは化合剤の副作用よ。最後に一つだけテストを行います。それが終わったら帰ってもいいわ。そう、いいわ。早く済ませて。ではこれからあなたにいくつか質問をします。目の前にあるモニターの映像を見ながら答えて。画面から目をそらさないで。いいかしら。ええ。信頼していた相手から見捨てられたと感じたことは。我々を離れてどこへ行く。誰も受け入れはしない。Thank you.
終わりにしてみせる。連中が私を探している。どうやったかわからないが全てを知っている。レスリーのことも。もはやこれ以上隠す意味がなくなった。こうなったらシステムに入るしかない。そして戻ってきた時、連中に意味のある成果があったと説得するしかない。自分のためではなく彼らの目的のためだったと。残すは微調整のみ。それが終わればレスリーと共にステムに入りシステムを起動する。その後ワイヤレスの信号が鳴り響くだろう。周囲の人間には申し訳ないが、目的のためには手段を選んでいられない。メビウスの連中はこれで私が選ばれし者だということを理解するだろう。ルベンは単なるゴースト。私は彼らの救世主なのだ。私なくして彼らの計画は存在できない。